公認お笑いサークル、うん、オーケーズに所属する学生お笑いコンビ3組をスタジオにお迎えをしています。はい、慶応の、はい、お笑いサークルって何個何ぐらいいるの？100人ぐらいですね。え、そんなにいるの？100ぐらいです、ね、4学年で、はい、100人もいるの？はい、はい、うわ、じゃあ今日は1000円が1000円が一番面白いやつ一番面白いやつが来たあんま先に行っちゃいけないんですけどなんで先に行っちゃいけないの？決まったらいや、もうちゃんともう先発失礼しちゃいけないと部長が誰か決めるの？あ、そうです、僕が一応サークルの代表。自分で決めた。いやいや、待ってください、部長自ら来ちゃって。あれ、部長自らこのメンバーしかいない。このメンバーしかいないいないということで。じゃあ他のあれだよね、96人ぐらいがドベンチョみたいな感じそうですね、なんか嫌な思いしてるかもしれないですよね。じゃあ他のメンバー聞いてるってこと？いや、聞いてるかもしれないですね。もしかして聞いてる、絶対聞いてます。でもやる気があるって聞いててくれないとね。そうですね、そういう意味じゃあれだね、失敗できないね今日。そうですね、まあ、世間はともかく、世間はともかくね、狭い世間が世界だもんね。じゃあ一組目からやっていただきます。まずネタから大竹さん披露してもらおうと思うんですけど、あの一組目がね、法学部3年生の熊谷春樹くんと経済学部3年生の水島龍くんのコンビでブラウン管ベイビー、はい、ブラウン管ベイビーということで、今こちらにあの大竹さん一番近くに座っているというかなり緊張してる。でかいよね。うん、180ぐらい。水島君は180cm ぐらいですね。あ、そう、熊谷の部長さんだ。なんかあれだよね、顔とか体とか、まあ顔か、身長とか、あんまり欠落のないやつは向いてないと思うんだけどね。でも欠落なさそうだけど、なんかそこそこマスク、うん、クリスマスはどうやって過ごした？クリスマスは、今年は、そうですね、晴れ。思い出せない。去年、この間のクリスマス、あれ何しましたっけ？プレゼントとかあげてないの？まあ本当に慶応お前しかも法学部だよ。法学部大切にはしてない。法学部お前六本選手全部お前んだろお前。いや、そんなことはないですよ、本当にアホみたいなやつばっかなんで。アホみたいなやつばっかなんで、法学部遊んでばっかなんで。水島君はなんか持ってそうだね。いや、僕全く持ってないですね。彼女インターコントだ。そうなんですか。スポーツマン感じですよね、スポーツマンではある。多分性欲ないんですよね。性欲が思うにはよく言われるんですけど、全然あるんですけど、そんなに確かに性欲はないかもしれないですお前まだなんか熊谷君のはなんかものすごい頑張る感じだよね、夜ね。そんな感じに見えます。お前頑張る、ラジオ聞いてる人に俺のセックスを見ろみたいな。どういう想像されちゃうの？そういうのとは違うってことですね。そうだよね。はい、わかりました、はい、ね、あの自慢は熊谷君はめちゃくちゃいろんなジュースを飲んだことがあります。あの、探したらそれぐらいしかなかったですね。大した自慢じゃない。自慢のコーナーなしにしろよ。なしで大丈夫です。誰だってめちゃくちゃいろんなジュースぐらい飲んでるだろ。まさか部長さんだと思いませんでした。部長がこれ書くネタじゃないでしょ。部長が小学校5年なら書くよこれ。5年なら許しますね。5年生ならいいよこれ。ああ、よく書いたねって言うけど、お前本当にめちゃくちゃあるんですよ。何やる、例えば言うべき、例えば何だっけ。ごめんなさい、ほら見ろ、熊谷くん早い、決心が早い。それはそこ来たらね、水島くんはね、あのエディ君は千葉県で2番目に強かったっていう。2番目ってのポイントです。1番じゃないですか。あ、そう、1回だけ負けたことがあるんで。どういうこと、エディ君で負けるってどういうことですか。高さのバーセリー負けるというか。あ、それで以外負けたことないの。それでもう1回負けたことないですよ。あ、じゃあすごいじゃない。そうです、その、で、その僕に勝った人はこのちょっと見てたらどうこう、やっぱ J リーグ入って、でこうデビュー戦でヘディングでゴール決めてて。その人が、はい、その人が。じゃあすっごい強いじゃん。そう、僕めちゃくちゃ強いです。足で触らないとかザラにありますし、試合で
ヘディングとか得意だった。お前サッカーやれよ。どうして今やってないんだけど、ね、どうしてここにいるの？結構そう。どうしてここ、はい、まあまあね、時間なくなっちゃうから。はい、じゃあネタを披露していただきましょう。ブラウンカンベイビーの二人です。はい、どうぞ。お願いします。お願いします、まあ、ちょっと突然なんですけど、はいはい、あの友達の友達の友達っていう風にどんどん辿っていくと、これ最終的に7人で全人類いけるらしいんですよ。あ、なんかそれ聞いたことあるわ。聞いたことありますか。でもね、俺の場合だと友達がめちゃくちゃ多いからこれ4人でいける。あんま友達多いイメージないけど、まあでも4人でいったらだいぶすごいですよね。うん、じゃあもう誰でもいいから行ってみよう。4人で辿り着く。誰でもいいんで、じゃあ例えば芸能人でローラとかいけますか。あ、いけますね。いけるんだ。本当なんですかね。まず俺と高校の時部活が一緒だったかっちゃんね。高校の時の部活ね。で次はそのかっちゃんと高校の部活が同じ山川。じゃあお前とも一緒じゃねえか。一発で山川行けよ。もったいない。大丈夫、行けるから。全然近づいてる気配もないし。そう、山川はある芸人と友達なんだ。これ一気に近づいたね。これ芸能界入りましたからね。その芸人はローラと友達。すごい、行けましたね。行けんのよ友達を。行くすごいな。じゃあ次白鵬行けますか。あ、行けます。行けるんだ、すごいですね。まず俺と高校の時部活が一緒だったかっちゃん。あ、またそこがかっちゃんのね。で山川、ん、ある芸人、お白鵬、うん、いけましたね。ちょっと待って、ちょっと待って、お前がさっきから言ってるそのある芸人って誰。空手家の入江だ。空手家の入江はズルだろおい。え、あいつ友達5000人いんだぞお前。ゲームバランス崩れるわお前。山川が入江と友達なのめっちゃすごいよ。それ入江の凄さなんだよ。入江が友達多いだけだから。すごいから他にも行ってみ。他じゃ市川海老蔵、まずかっちゃんね。黄金ルート入ったじゃねえか。どうせそっから